じゃあ,あの井上さんは、英語学とか言語学への入り口ってど、どういうところにあったんですか、ね、僕はね、こ、まあ、言葉そのものは面白いと思ってて、英語も面白いと思ったんですけど、どっちかというと、なんか堀田さんみたいに語源とかその文法的なことよりも、どっちかというと、意味の方に関心が多分あったんですね、当時。 うんあまあ、例えば何か反義語とか同義語とかっていう意味の関係の話って伝統的にありますよね。うんはい、それが例えば反義語って実は類義語だみたいな話があると「ああおおみたいな「なるほどね」って反、うん、義語って実は全然反対かっていうとまあ共通男と女っていうと人間っていう部分で共通してるわけですし。うんうん 例えばそんな感じで、はい、例えば意味の関係で言うとあのお花見に行くっていうと花って桜しかささないみたいな本当は,は、うん、桜は花の一種なのにその、えー、上の上位語がその介護か代用してるみたいな、はい、ああいう話結構好きだったんですよね。うんあ そういうところからだんだんなんかいろいろいくとどっちかというと文法よりはまあ文法も勉強しなきゃならなかったんで、うん、シンタクスもいろいろ学生時代院生時代それなりにまあやりましたけどでちょうど私が大学に入った頃にさっきちょっと申し上げた、うん、あの認知言語学っていうのがは行り始めて、うん、で意味ってどっちかというとさっきの反義語同義語みたいな話はあるけども、うん、伝統的に。 だけどまあそれ止まりであんまり発展性ないって言われてたんですけど認知言語学っていうのが現れて実はその意味が復権してきたわけですよね。そうね意味って実は主役なんだみたいな感じになってきたのが、はい、まあ僕が大学院生入った頃だったんですけどそれがなんかだんだん私その。 あの人とコミュニケーションするときに、なんでこういうふうに言うと、人はこういうふうに解釈する、まああの、言語学でいう語用論ですよね、うん、あっちの方にどっちかというと、あの関心がだんだんいくようになって、そ、うん、れでなんかね、私、まあ、変な話ですけど、学生時代にあの大学があんま来なかったもんですから、なんかね、アルバイトばっかりしてて、うん、それでその一つにね、の営業のバイトしてたんですよ。 結局、結局なんか全然売れなかったんですけど、うん、でやけにいろいろ売れない割に研修ばっかりさせる会社でバイトなのに。うんうん、で、いろんなね、トークを教えさせられるんですけど、<は>それはね、すっごい勉強になってあ<ー>あ、こうやって人を騙すのかみたいな。あ<ー>営業トークですか営業トーク。営業トークを、商品とかサービスについて。そう,そう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 。 そうで僕はちょっとね、あんまりなんかその商品いいと思ってなかったんで、自分自身が。<laughs> で,で、最後の最後でやっぱりね、推しが弱かったのか、あの全然売れなかったんですけど、うん、でもね、そのトークなんかはすごいあの勉強になって、うん、なんでこんなこと起こるんだろう、うん、みたいな。で、どっちかというとコミュニケーションにすごいし、あのうん、関心がいくようになったんですよね。ねねあの営業トーク一つ、うん 一つ、ええ、物は何なんですか、サービス物はね、物は,は英会話教材なんですよ。<laughs> 英会話教材で、もう、ね、<あ>なんか五十万ぐらいする、絶対今だったら買わないよ。ああ、昔ありましたね。そうで、心の中で。はい 50万は買わんだろうみたいに思いながら売ってるんで、<laughs> そりゃ売れないですよね。でだからも今心な、心の、今よかったと思いますよ。あのあ、罪、罪がなくて、あれ売ってたらちょっと罪だったなと思うような、<laughs> あ<ー>まあ、あ教材の内容よりね、なんかどっちかというと、値段がちょっとひどかったんで、あ<ー>まあよかったんですけど、例えばですね、はいまあ、例えば、お願いします例えば相手の NO、イエス n o の NO ね、相手の NO は先に言えっていう、はい、あの、 で例えば英会話教材売るときに、いやあの売ってる相手が、ですねあい,あいや、このこのこれ,これいやこんなことやる時間ないですよとかって言いそうだったら、うん、いや、時間ないと思ってるでしょとかって、時間ないですよとかって言うと、意外に、いや、時間はあるんですけどねとかって、絶対反応するんですよ。<laughs> <laughs> でお金 お金な,ないって言いそうだったら、いや、お金ないと思ってらっしゃるでしょとかって言うと、うん、いや、まあ、お金はなんとかなんですよねね、面白いぐらいに、うん、あの相手がノーって言いそうなのを先に言うと、絶対否定していくんですよね。なるほどこれはあの、まあ、もちろんこれ、言語学のネタになってませんけど、不思議 <laughs> 逆になんかね、先に言われるちょっともひっくり返せないん、うん、先に、いや、お金ないからって言われると、そこからひっくり返せないんですよ。 ななるほどこれ心理戦でですすもんんねそうなんですよだからねこれだから、うん、まあ言語学というよりは、まあ、そうですね本当心理学か社会心理学かそっちでやる話なのかもかんないですけど、うんうん、まあそれは。うん まあ今のところ言語学のネタにできてないんですけどなんかコミュニケーションで人に訴えかけたり人の心をまあなんかちょっと動かしたり説得したりみたいなこれはあのいつかお話しますけどこれ今社会言語学ではポライトネスっていう分野があってまあそこにつながっていく話としてのまあなんか私の,あの劣等学生としての原体験だったんですよね。やっぱり意味 であるとかそのそれを用いた、まあ、コミュニケーションっていう、まあ、言語の、まあ、機能側の、うん、に、まあ、より強い関心があるっということでこれはあの何て言うんですかねこう言語学英語学を始める学ぶ時にそもそも言葉って何だろうっていう時に結局伝えるもんだっていうことで意味であるとかコミュニケーションって やっぱり本来スタートのはずなんですよね、うん、ですが、これ、研究するのがやっぱり難しいという歴史があってで、ねで、先に逆側、形態側、形式側っていうのが、20世紀もですね、ずっとあのやられていて、先ほど、復権、意味の復権ということだったんですが、方法論がまあ現れてきたんですよね、うん、新しい方法論という、日ううう、うん、元語だったり、ねうん、御用論なりということで、まさに復権で、 本来知りたいのはあのどうやってコミュニケーションし,しているのかとどうやって意味を通じ合っているのかというところなんですけど、うんうん、形式の方が先に先走ってう、ね、もう研究が進んでしまったって歴史的に言語学はもう成り立ちとしてはそういうふうに、ねうね、発展していきましたし、ね、やっぱり意味は難しいんですよね、見えないのでね、見えないですね、えー、もう意味なんかもう言語学から排除されている時代もありましたしね。ね全く、うんうん、そういうい意味では よくぞ戻ってきたっていうとだから堀、はい、田さんと僕は入り口が全然違うところですけどこうやって歩み寄れて共通のね,ねなんか話ができるっていうのが、えー、多分一番のこうことえとつながりうるところやっぱり社会言語学というところは、うん、私も相当、ね、強く意識して。えー